第9代クイーンズベリー公、ジョン・ダグラス第9代クイーンズベリー公爵ジョン・ショルト、ダグラスは、イギリスの貴族、近代ボクシングのルールを定めた、クイーンズベリールールの制定に貢献した。クイーンズベリー公の似顔絵1844年7月20日に、スコットランド貴族の、第8代クイーンズベリー公爵アーチボルド・ダグラスとその妻キャロライン・マーガレットの、長男として、 イタリア・フィレンツェに生まれる。1858年に父が死去し、クイーンズベリー公社区位以下4つのスコットランド貴族社区位を継承した。1859年から1864年まで王立海軍に入隊していた。ボクシングの愛好家であり、1867年には、ジョングラハム・チェンバースを講演して、ボクシングにクイーンズベリールールを作らせ、 その保証人となった。このルールによって3分戦って1分に休む、ラウンド制、グローブの着用義務、審判の判定による勝敗決定、レスリング禁止など現在のボクシングの形が定められた。1872年から1880年にかけてスコットランド貴族の貴族代表議員として貴族院議員を務める。1895年には、 オスカー・ワイルドと三男アルフレッド・ダグラス卿の同性愛の関係を引き裂くべく同性愛者として求断するカードをワイルドに送ったが、ワイルドはクイーンズベリー公を名誉毀損で訴えて裁判となった。しかし裁判はワイルドの生活の実態を明らかにしたクイーンズベリー公に有利に進み、結局ワイルドは訴えを取り下げた。その裁判で同性愛が 明らかになったとしてワイルドは逮捕され、その後の刑事裁判で有罪判決を受けている。1900年1月31日にロンドンで死去。爵位は次男パーシー・ダグラスが継承した。1858年8月6日の父の死により以下の爵位を継承した。1866年にシビルモント・ゴメリーと結婚し、彼女との間に以下の4男1条を設ける。 ありがとうございます。